しゃー、つるつるつる。おはようございます。おはようございます。谷口清子と申します。明英帝学の知見です。お願いします。お願いします。業務用の生中華麺を専門に製麺して卸している会社です、うん、お店のスープの個性に合った麺をオーダーメイドで作るって形でやらせてもらってます。オーダーメイドで、うん、一番最初なんてこのやり取り、そのオーダーメイド作ってってこのテストで1年かかった場合もあります。麺伸びるやんって言うね。そうですね。それが今は何種類ぐらいじゃあなってるんですか。今は常時200種類ぐらいはありますね、はい。すごい、200種類もあるんですか、はい、それを私たちは食べて、もうあそこのラーメン美味しい言うてスープの話するっていう。そうです、もっと麺の話してっていう。わかりました。これは会社はお家がやってはったんですよね、このお仕事は。そうですね、家業が父がずっと製麺所やってました。あ、そうですか、ね、何代目さんになるんですか。僕で一応3代目になります。はい、そうですか。だから僕だから物心ついてすぐぐらいの時に父親がもう製麺業は先がないから継がんでいいって、で僕が継ぎたいも何も思う前にそれを言われたので、うん、はい、あ、僕はもう継がないもんなんだって言って育ってきました。なんかこんなんやりたいとかはあったんですか、ちっちゃい時は。高校出てからすぐずっとヨット、琵琶湖でヨットやってたんですよね。それでは全然食べられなかったんで結局帰ってくることになるんですけど、で沖縄で2年ぐらいずっとヨット乗ってて、で帰ってきた時にもう燃え尽き症候群で何したいも何もなかったから、とりあえず時給の高いっていうところでビルメンテナンスのいわゆる掃除屋さんに入ったんですね。どうですか、入ってみて。まあそこにこのあったのかどうか、すごい勢いで出世していって30代で結構なところまで行ったんですよ、うん、ほんで僕が60までこれやるのかって言ってちょっとゾッとしたところがあって、どうしようかなと悶々としながら、でも仕事はこう毎日忙しいんでこうやってる時に父親から電話がかかってきて、で父親がそのタイミングで脳梗塞で倒れたんですね。あ、そうですか、はい、で脳梗塞で倒れて継がんで行っていた親父が帰ってきてくれっていう電話が来たんですよ。最初はええみたいな感じやったんですけど、うんうん、まあちょっと火を置いて考えたら、ずっとこのまま悶々とするのか、はい、一丁ギャンブルですけど一国一城の主になってもっとその上のステージに行けるのかなっていうふうにちょっと思ったので、うん、やってみようかなっていうふうに傾きました。会社自体の経営状態っていうのはいかがだったんですか。真っ赤っかでしたね。真っ赤っかですか。僕が親やったら可愛い子供をこんな会社継がさへんのにと思うぐらい真っ赤っかでした。でその麺がいわゆる自家製麺って言葉がちょうどその頃時代が自家製麺にこう移りそうな雰囲気の時やったんです。僕はその時あんまり業界のことも分かってなかったのですごい危機感を持って、うん、でそれでいろいろ考えて自分がラーメン店主やったらどういう麺が欲しいだろうって考えて突き詰めたのが自家製麺代行オーダーメイドっていう形で。でもその時点でまだうどんもそばもやってはったんですか。あ、そのまだその時はやってたんですけど、そのオーダーメイドがちょこちょ調子に乗り出した頃に辞めたんですけどね。あ、そうか、じゃあもうこっからはもう、はい、オーダーメイドというかこのラーメンの麺でこれで行こうという、うん、こういうラーメン的な麺ってもうほんまにラーメンとして食べるのと、あとやっぱつけ麺として食べるっていうのがあるじゃないですか。やっぱりつけ麺の麺との出会いっていうのはやっぱりあるわけですよね。そうですね、まだ本当に関西でつけ麺やろうと思ったら東京から麺を取ってこなきゃいけないっていうような時代だったんですよ。でたまたまその工場の近くに千本丸太町しゃかりきさんっていうお店がめっちゃ有名なところですよね、はい、でそこがつけ麺やりたいんだけど東京から取ってんだけど麺作ってくれへんって、お前んとこオーダーメイドするんやろっていう話で、
で、シャカリキさんにつけ麺をこの麺取引してもらって1年後に完成、さっき言った1年かかったっていうのはシャカリキさん。1年かかるんですか、はい、ちなみにシャカリキのマスターさんはどんな方なんですか。寡黙の職人です、はい、で、すごい恥ずかしがり屋で。でもそしたら余計情報少ないですね、あんな風にやってくれ、こんな風にやってくれの。まあでも確固たるは、まあ東京で修行しておられたんで、はい、つけ麺の完成形は多分彼の頭の中にはあったみたいで。あ、はいはいはい、うん、だから僕らを本当に育ててくれたお店って言っても過言じゃなくて、うんうんうん、でこうやっていってくれて、最後の納品した時、今でも覚えてるのはこれで完成やなって。もうその時はほんま飛び上がって喜びましたけどね。それなんかすごい、なんかすごいグルメ漫画みたいじゃないですか。そうですね、ちょうどその時に関西につけ麺ブームがやってくるんですよ。おっと、来た来た。ほんで、まあ、関西のパイオニアはシャカリキだ、シャカリキのつけ麺食べずしてみたいな雰囲気になったので、そこにもう本部に抱っこでうちがついていったみたいな。あのね、どっちかというと麺が主役なんですよね、つけ麺って。麺の味をすごく感じるんですよ。だからその麺屋としてすごい評価されやすいんですよね。あ、ちょっとがぜんやる気が。そうですね、だってそうやもん、スープじゃないもん。ちょっと目立ってるかなみたいな。目立ってるよね。まあもうそうなると SNS でパーッと話題になったりとか。ちょっとシャカリキさんでつけ麺がわっとなった時に SNS が、あ、ちょうどで、そこがバーッと広がって、うんうんうん、だから今までやったら関西圏だけを見てたんですけど、関西以外の人がうちのことを注目してくれるようになって。あ、そうか、うん。今の営業のやり方ってどういう？うちは本当に全く飛び込みの営業は全くしてなくて、うん、もう全部口コミとか紹介っていう形でやってます。自分がラーメン店主やったらの話になるんですけど、はい、自分がこの麺とこのスープの相性がいいって言って営業されておられるのに、うん、そこにコンコンって入っていって、その麺あんまり用ないからこれ使いなはれってめちゃめちゃ腹立つなと思ったんですよ。麺に対してこうなんか不満を持っておられる方のところに行くっていう形をずっと取ってるんですよね。あ、そうか、はい、なんかそのやり方はまあもちろんね、こちらはこちらですけど、他の仕事でももしかしたらなんか応用すれば。だ、そうですね、そうかもしれないですね。そうですよね、はい、で特にそのラーメンの作ってはる方はもうこだわりで自分でと思ってはるから、あ、それがすごくうまくマッチしたっていう。そうです、本当にタイミングですね。でまあね、先ほどからこちらに麺がずらっとありますけど、これが OSP、うん、オールド札幌。わかる、わかりやすいし。OSP で、それは札幌の老舗のお味噌ラーメン屋さんからオーダーが来て、いわゆる古き良き札幌の麺を再現してくれと。ああ、こういう、はい、ちょっと縮れてて、はい、あとこれは MTR ウィング、MTR。これウィング麺って言って、これがね、うん、ちょっとうちにしかない特殊な麺の断面が T 字型になってるんですよね。麺の断面が T 字型、これはどういうものに？これはね、あえ麺とか、まあちょっと昔言った台湾混ぜそばとか。あ、混ぜそば。ここのその羽のところにそのミンチの肉がこう乗ってきようんですよね。すごい。へえ、ウィング、これすごいですね。これがサンダー。こっちはもみ、うん、これはね、サンダーっていうのは稲妻をイメージしてギザギザ。どういうものに合うんですか、サンダーは？これはね、もともと山形とか喜多方とか、いわゆる東北の麺のオマージュなんですよ。お店の人が一つ一つ手もみで揉んでから入れて、揉むっていうことはどういうことかって言ったら、細いところと太いところがこう 両方あるっていうのかな。でその手もみ麺を甚だしくしたのがでサンダーっていう名前をつけました。200種類あるって言ってたでしょ。まあ、ラーメン屋さんの数はもっとたくさんあるとしても、今日本全国どれぐらいまで広がってるんですか？今まで45都道府県。45、はい、沖縄から北海道まで。あと2つ。あと大分と佐賀。これはもう本当に民族学の話になるんですけど。もうほんまに47都道府県全部麺事情が違うんですよ。ラーメンの入ってきたルーツも違うし。あ、そうか。佐賀大分っていうのは局所的にすっごいラーメン愛が深くて、いわゆる製麺所までも抱きかかえて、いわゆる愛しておられるんですよね。だから本当にそこの麺を打つってすごい作業なんですよ。そこの文化もう、しかも1代や2代じゃなくてもう何代もそれ食べてるから、もう
ビシッとこうもうそこの土地と一緒になってるんですよね。 うん、でもそれやのに45と思うと、すいません私らから見たら十分すごいです。すごいと思います。ぜひもうそこ突き詰めてください。本当に今日はアットフッタツです。想像したら私だとすごい楽しい時かなと思ったんですよ。そしてその後、例えば世界やったらもういくつもあるし、中国のなんとか省とかやったらいっぱいあるやろうし、もうすごく広がるだろうなと思って羨ましいぐらいですね。シャンプーハット哲司さんが大阪東心斎橋でやってはる宮田麺児の、そうその麺も麺屋定額さんの麺です。